皆さんこんにちは、滝沢勝成でございます。勝成オブザ滝沢でございます。どうも皆さんこんにちは。本日は初心者はこれ引けシリーズの、ボーイのマリオネットの2本目の動画でございます。1本目の動画ではこうイントロの部分から作動して A メロの部分やって、で B メロの部分やって、でサビがやって、でそのなんか Keep No Memory Only Now あった後に、ギターソロがあるんですけども、この2本目の動画では Only Now の後のギターソロを、一緒に練習していこうかなと思います。アーミングを多用するソロなんですが、もし皆さんのギターがそのレスポールタイプだったりとかテレキャスタイプだったりとかして、そのアームがなくても別に全然 OK です。まあ、アームの部分はね、端折ってなんかこう適当にこうビブラートとかかけながら、それっぽく遊んでいければなと思っておりますので、アームがなくても、気にせずに進めてくださいませ。それではまずこの終わった後、最初、3弦と4弦の5フレットハーモニクスを鳴らします。こんな感じ。薬指とかで3弦と4弦のこの5フレット、このフレットっていうこの鉄の銀色のパーツあるじゃないですか。これの1本目、2本目、3本目、4本目、5本目の真上。普通5フレットっていうと押さえるときはこの5フレットを押さえるんですけども、ハーモニクスの場合はこのフレット、鉄の棒の真上を軽く触れて、音を鳴らします。このギュッと握っちゃダメです。本当もね、この触れてるか触れてないか分かんないぐらいギリギリのところを触って弾く。皆さん指をすぐ離す。これが悪くやると、こう、押さえちゃってればダメ。こんな感じで2本の弦を軽く触ってピャーンって音を出していきます。で、これをピャーン出したら、ハーモがある人は、すごい、さりげなく。取れたけど、これすごいな。取れる前にくっついてないってやつですね。全然、そういう時もあります。何でしたっけ、その5フレットハーモニクスを出したら、全然と、鳴らしていきます。で、その次、この7フレットハーモニクスになります。7フレットハーモニクスを、4、2、3、4、3。こんな感じで鳴らしていきましょう。ガーン、サブン、シーン。こんな感じ。この何倍です。で、このギュ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 っていくときに、できるだけそのアームの先っぽの方とかを持って、この手のひらを使って押していくような感じにしましょう。極端に悪くやると、こういう感じでこの指先でこう押そうとしても結構大変なんで、手の内側とか、この辺を使って、腕の力を使って、このグイグイと押すと良いかと思います。ギターによってはね、すごい柔らかくね、わーっといけると思うんですけども、物によっては結構硬かったりとかするんで、この手のひらら辺を使って、指先とかではなく、手のひらら辺を使って、で、この手首の動きとかじゃなくても、結構腕の力で、グググッと押していくと良いかと思います。で、ちょっとこの曲の場合は大げさめに。やっていくと派手でかっこいいかなという感じです。で、その次、ちょっと難しいです。3弦の2フレットを人差し指で弾いて、で、その次、薬指で1弦の17フレットを弾きます。すごいですね。人差し指で2弦の、3弦の2フレット。で、次、人差し指で3弦の2フレットを弾いたら、その次、薬指でこの1弦の17フレットを弾きます。で、アーム使える人は2フレット弾いて上げてる途中に下げて、で、この17フレット弾いたときに戻します。弾く、で、この押しながら上げていく、で、17フレット弾く、戻す。で、その次、1弦の16、
2弦の17、3弦の16、2つ。16、17、16、16。また伸ばしているときに、おいおい。こんな感じです。で、その次、1弦の15、薬指で1弦の、あ、いっぱいさ、2弦でした。2弦の15、17、14、15、17、19。で、その次19をチョッキング。5、7、9、チョッキング。これを弾いていくんですが、結構大変です。簡単に弾くとすると、15、17、19、あれーいいんですけども、しっかりやろうとするとこんな感じになります。15フレットをアーミングしながらですね。どんな感じでやっていくかっていうと、まずこの左手の人差し指と中指を使って、まずこの全部の弦が鳴らない状態を作るんです。ミュートっていう言い方をするんですけども。で、これを作ったら薬指で、まあ、何かしらの2弦を押さえます。で、これをぐーっと下から持っていって、15フレットを鳴らす。で、アーミングをしながら下げて、で、19フレットをチョーキングしてあげていくという感じです。結構細かくやるとこんな感じで難しいんですけれども、とりあえず簡単にやるならばパターン1。15、17、19、あれ、これが1。で、その次は下から15、17、19。これがパターン2。で、パターン3としては、アームと一緒に。こんな感じで、下げながら弾いていくと。これがまあ一番難しいパターン3という感じです。ちょっと皆さんの、その出来高に合わせてやってみてくださいませ。で、その次、2弦の19と、薬指で2弦の19と中指で3弦の18を弾いて和音階をします。もしくはで、最後の小節はこの指が下にずれて19と18でアーミングしながらチョーキングします。チョーキング2本とも上げてます。こんな感じ。ちょっとややこしい感じでございますね。ちょっともう一回いきましょうか。最初5フレットハーモニクスからスタートです。こんな感じです。アームが難しければアーム一切入れなくても大丈夫ですし、アームに慣れてきたらちょっとこういうテクニックもね、わーっと盛り込んでいっても面白いかと思います。これがまあ前半のところですね。結構後半的なイメージが強いんで、あんまりきっちりはなくても大丈夫です。なんかこのギョワン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 みたいな感じの派手な。こんな感じで勢いが出てればいいんじゃないでしょうかと思います。で、その次からフレーズが入っていくんですけれども、例の。これが入っていきます。やってみましょう。まず中指からスタートなんですけれども、2弦の8フレ、あ、2弦の3フレットを弾いてください。で、その時、ルーッといったら人差し指で、2弦の2、薬指で3弦の4。音名でいくとすると、レーダーシーなんですけども、レーダーシー。
が、ラは三弦の2フレット。で、薬指で4弦の4フレット。で、ラに戻ります。シラララ。ラシ。で、2小節攻めまで終わり。で、その次、この2弦の、ドシャープ、ドシャープの音から、スタートします。ドーンで、目を引いたらプリングします。ドーンで、ドーン。で、薬指、人差し指で、シーガーと。ドーンで、シーガー、シーガーソー。シーガーソー。人差し指が1フレットにずれていく感じですね。シーガーソー。パーで、余弦の2フレットの、ミー降りていくと。ドレドプリングシラシラゼでソファミで2弦の5フレットを薬指でチョーキングしてファミと弾いていきます。もう一回いきましょうか。ワンツースリーフォー。ドドシシラドラパリロ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 みたいな感じで、パリロパリロ、まず3弦の、あ、2弦の3フレットからまずパ、薬指が望ましいです。薬指パで、その次人差し指にパリプリングします。パリで、ロは中指で2弦の3フレット、ロパリロパリロ、3フレットから3プリング2弦の3、パリロパリロで、この2パリロしたら、パリロ、パリロ、今度は5からパリロします。パリロ、パリロ。小指から、望ましいですね。小指から、パリロ、パリロ。もう違うな。3弦で3パリロだ。3弦で3パリロして、5弦から2パリロ。パリロ、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 パリロ。全部で5パリロある中の3パリロが3フレットから、残りの2パリロが5フレットからという感じでございます。で、この5パリロ弾き終わったら、3弦の6フレットからこんな感じ、フレーズを弾いていきます。中指で3弦の6フレットを2回で、薬指で2弦の6フレット2回、人差し指で1弦の4フレット2回で、最後に1弦の7フレットを小指で1回弾きます。こんなで、ラストの小節、8小節目、中指が2弦、あ、6弦の2フレットで、人差し指で1、2、人差し指で4弦、あ、5弦の1フレットに行って、5弦の1フレットに行って、小指で5弦の4フレット。2、1、2、1、4。で、人差し指が6弦の2フレットのパワーコード。もう1フレット上がって。1個ずつ上がって終わりというわけです。これがその
のギターソロの部分になります。ちょっと後半いってみましょうか。ワン、ツー、スリー、フォー。そんな感じになって、また A メロにつながっていくという感じです。で、この曲、その A メロに戻ったら、またこう A メロ、B メロ、サビ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 という感じで、そのサビをひたすら繰り返して、フェードアップで終わっていくので、本当もこれで終わりという感じでございます。ちょっとこうね、ギターソロの部分は、ね、そのアームと噛み合わせると、ね、なかなかこう、ね、難しいところもあったりとかするんですが、まあ、できる範囲のところでやっていただきますと幸いでございます。で、レスポールとか、ね、テレキャスとかにアームがなくても、なんかこう、いい具合にこう、なんか音を鳴らして、この派手に仕上げていきましょう。こんな感じで、おやおやとやっていけば、派手に聞こえるので、かっこよく聞こえるので、そんな感じでやってみてくださいませ。以上がそのギターソロのパートの解説でございました。わかんないところがあったら、ね、巻き戻したりとかして、繰り返してみたりとかして、運指とか、ね、そのピッキングのやり方とか確認していただけますと幸いでございます。そんな感じで、今回の初心者はこれ弾けシリーズの続きはマリオネットでございました。私、滝沢勝成、Twitter などをやっておりますが、TIKAJAWA という名前で、滝沢という名前で Twitter などをやっております。今回の、ね、フレーズも、ね、うまくできたとか、うまく練習できたとか、楽しかったとか、なんかこうご感想とか、ね、ご意見とかありましたら、Twitter の方をフォローしていただいたりとか、何かリプライとかしていただけますと幸いでございます。何度も言いますけれども、こういった楽譜も、ね、用意がありますので、よければその概要欄の方にリンクを貼っておきますので、そちらからお求めいただけますと幸いでございます。それではそんな感じでまた長くなってきたので、また次回の動画でお会いいたしましょう。次回は、ワンオークロックの完全感覚ドリーマーという曲を取り上げる予定でございます。なんかリクエストとかね、なんかこれやってほしい、あれやってほしいみたいなのがありましたら、とりあえずまあコメントをしていただけますと幸いでございます。それでは、また難しいと思うんですけども、この動画見終わった後もバリバリ練習をしてみてくださいませ。また違う動画でお会いいたしましょう。さようなら、パワー